最近のジャン君はテレビの前で座ることが多いですね。しかも真ん中。そう、あそこに、センサーがついていて、テレビのチャンネルを変えたりとかいろいろやるんですが、変わりません。ジャン君はパパとママが見ているところにいたいんです。はい。ポンちゃん、おはようございます。ポンちゃん、おはよう。おはようございます、ポンちゃん。これから、パパさん、ママさん、散歩に出るよ。ジャン君も、おはよう。おはよう。はい、ポンちゃん、何泣いてるの？おー、シャーゴさん。今冷たいにカメムシさんついとったで。カメムシさんは触った時に怒らせるとくっさいやつを出すのでね、なるべく触らないように外に逃がしました。ただ今外に逃がされると寒いだよって多分言ってると思います。今日はめちゃめちゃ寒い日です。だから入ってくるのかな。うーん、どうなのかね。結構いるよ。うん、今年はあの全国的にカメムシ大発生って言ってた。そうなんだ。なんか私ホームにもいるので時々、頑張って外に出してみます。まだ臭い目に遭ってない。匂ったことがない一度も。どんな匂いかは知らないんだけど。知らないね。噂ばっかり。喜んでます。朝から喜んでいます。